三島市の美術館で開かれている動物写真家岩合光昭さんの写真展の来館者が1万人を達成し、記念セレモニーが開かれました。おめでとうございます。ありがとうございます。1万人目の来館者となったのは、東京から来た梅田田鶴子さん67歳です。梅田さんは保護猫を飼ったことをきっかけに、岩合光昭さんの撮る猫の写真のファンになったということです。一番のお目当ては3歳のオスの猫ティシャです。いろんな猫のいろんな表情がとても自然に撮られてるっていうのが岩合さんの写真かなっていうふうに思います。それが素敵だなと思います。岩合さんが世界16地域で撮影したおよそ140点の個性あふれる猫たちの写真が展示されている岩合光昭の世界猫歩き2は、今月26日まで開かれています。